昨日投開票された福岡県飯塚市長選挙で初当選した武井正和さんが初登庁しました。午前8時過ぎ、100人以上の職員らが拍手で出迎える中、飯塚市の武井正和新市長が庁舎に姿を現しました。片峰前市長の死去を受けて行われた今回の飯塚市長選では、新人3人が立候補する中、市の教育長などを歴任した武井さんが自民党の推薦を受け、時点に7000票余りの差をつけて当選しました。投票率は 37.52% の低調で、一市四町の合併後最低でした。市政発展の流れを止めることなく、引き続き前進させたい。武井新市長は、住みたい、住み続けたい町になれるよう決意と覚悟を持って臨むと語りました。